台湾での地震により、今日午前、沖縄本島地方などに津波警報が出されたことを受け、仙台空港でも沖縄行きの便の搭乗手続きが一時停止されるなどの影響が出ました。沖縄本島地方などに津波警報が出されたことを受け、仙台空港では午前11時55分、沖縄行きの便の搭乗手続きを一時停止しました。しかし、午前中には搭乗手続きが再開され、定刻通りの出発となりました。ちょっと心配してたんですけれど、まあちょっと飛ぶっていうことで、はい、まあ向こうも心配なんで、はい、帰って、様子を見ます。友達みんな避難して、被害もなくて、無事みたいなんで。車でラジオを聞きながら、大丈夫かななんて言いながら来たんですけどね、でも行けそうでよかったですけど。津波がまた、どうなるかわからないんで、ちょっと心配ですけれどもね。仙台空港では今日午後4時台と5時台に台湾行きの便がありますが、空港によりますと地震などの影響はないということです。